皆さんこんにちは。現地時間11日、閉会式を迎え終了したパリ五輪ですが、現在金メダルを獲得した選手のある投稿が話題を集めています。今回はその内容をご紹介していきます。話題となっている投稿は、パリ五輪のバドミントン男子シングルスで連覇を遂げたビクトル・アクセルセン選手が11日に自身の X に投稿した東京五輪の金メダルと今大会の金メダルを並べて比較する動画、東京 vs パリとコメントを添えた23秒の短い動画の中で、アクセルセン選手は鳥の鳴き声が聞こえる野外の公園の木製テーブルのような上に2つのメダルを並べて順番に表裏とひっくり返して見せました。東京五輪のメダルは3年が経過しても明るい黄金の輝きを維持し、ほぼ劣化の気配がないのに対し、パリ五輪の金メダルはまだ5日の決勝戦から6日しか経過していないのにもかかわらず、もう日に焼けてしまったように変色し、まるで銅メダルのようにくすんでしまっているのです。この動画の反響は大きく、比較すると東京2020は全ての点で最高です。東京の金はパリより輝いている。パリオリンピックの金メダルは安っぽく見える。それを獲得するためにプロとしてのキャリアを捧げた全てのアスリートにとってほとんど侮辱的だ、フランスは貧乏なのか、などのリアルな感想ポストが並びました。パリ五輪のメダルについては苦情が相次いでおり、パリ五輪のメダルがわずか数日で劣化する不良品である疑惑が浮上したのは8日、7月27日の男子スケートボードのストリートで、銅メダルを獲得したヒューストン選手が自身のインスタグラムに、くすんでサビの出ているような状態になっているメダルの劣化を動画で投稿。このオリンピックのメダルは新品の状態ではとてもよく見えたのだけれど、少し汗をかいた状態で肌に触れさせたり、週末に友人たちにつけさせたりしたところ、思ったほど高品質ではないことが分かった、これを見てほしい、荒れた感じになっていると伝え、光沢が失われ欠けたようにも見える銅メダルを映し出し、この後も分からないけれど、もう少し品質を向上させた方がいいかもしれないとし、メダルはケースに入れておくように作られているんだと思うとのコメントを書き込み、友人から1982年の仲間の優勝メダルみたいとのメッセージをアップしました。ヒューストン選手以外にもメダルの劣化を訴えたメダリストはおり、英国の飛び込み選手ヤスミン・ハーパー選手、ハーパー選手はスカーレット・ミュー・ジャンセン選手とともに女子3メートルシンクロ板飛び込みで銅メダルを獲得。テレグラフが9日に報じたところによると、ヒューストン選手のニュースを目にした後に、私も自分のメダルを見てみた、少し変色していた、よくわからないが、おそらく水か何かが金属に付着して、それが原因で少し変色しているのだと思う、と明かし、ただ、その変色が気になっているか、と質問されたハーパー選手は、いいえ、だってメダルはメダルだから、と答えています。メダルは金、銀、銅のすべてがメッキで、今回のオリンピックで授与されたメダルには、パリのランドマークであるエッフェル塔が、20世紀に入って修復工事を行った際に取り除かれ、倉庫で保管されていた鉄製の柱の一部の金属が使用され、フランスの高級ジュエリーブランド、ショーメがデザインしました。フランスの国土を象徴する六角形で、裏にはギリシャ神話の勝利の女神ニケと共に、エッフェル塔が刻まれています。製造はパリの造幣局が担い、金銀銅を合わせて約5000個が製造されているとのことです。これらの苦情に対してパリ五輪組織委員会は誠意を持って迅速に対応。AC ミラーの報道によると、広報担当が受賞から数日後にメダルに損傷が見つかったという選手によるソーシャルメディア上の報告を認識している。メダルの製造と品質管理を担当する機関であるパリ造幣局と密に連携し、また該当する選手の所属する国内オリンピック委員会とも協力してメダルを鑑定し、損傷の状況と原因を把握するために取り組んでいる。メダルはオリンピックで最も欲せられるものであり、選手たちにとって最も貴重なものだ。損傷したメダルはパリ造幣局によって必ず交換され、オリジナルと同じ方法で刻印されると断言、鑑定の上で交換に応じる考えを明かしました。ただこれらを報じる各メディアの記事のコメント欄には、交換するのは良いジェスチャーだろうが、
実際に表彰台で受け取るはずだったメダルが、そうなるのは残念、思い出は大切だ、や、おそらく安物の鉄に非常に薄いメッキ層が施されているだけだろう。パリ五輪は大失敗だった。有毒なセーヌ川での水泳、嫌悪感を催す開会式、選手村で起こったあらゆる出来事などから、これは近代オリンピック史上最もひどい大会だったかもしれないなどの厳しい声が並んでいます。また日本からは、真面目にコツコツと丁寧に、日本人の仕事はさすがと、西洋の国々は日本の技術力に改めて驚愕でしょうね。それでも日本っていろいろな方面で西洋に追いつけ追い越せと未だに躍起になってますよね。オンリーワンを目指していきたいものです。ものづくりを制御としているものですが、メッキの品質は比較的簡単にコントロールできます。単純にメッキの被膜厚さが薄いだけのように見えますけれども、一般的には被膜厚さが指定されるのですが、今回のメダルは革新犯的に手抜きしているのだと思います。国の技術レベルを語るものではないです。作る側が利益のために極限まで手抜きしただけの話です。あえて言うなら、日本ではここまでの手抜きはしませんね。信用を失ってしまいますから。写真で見ると明らかに日本のメダルがいい。たった6日で色あせるフランス製のメダルは子供用のメダルみたい。日本のメダルの自金は銅でできていて、金メッキで金メダル、銀メッキで銀メダルです。どうやらフランス製のメダルは地金が銅でなく、鉄などが混じった合金のようです。だとすれば、汗などがつくと銅メダルはすぐに錆色になりだし、メッキが薄いと金メダルも銀メダルも早くから色が変わると考えられますね。メダリストも困惑するのは間違いない。全量で5000個に上るメダルですから、交換に応じるというフランスも参るでしょうね。交換しても同じならメダリストのショックはさらに大きくなるし、何十年も前のテレビで見たことがありますが、1964年の東京オリンピックと4年後のメキシコシティオリンピックの両大会で金メダルを獲得された選手、お名前は覚えていませんが、両メダルを見せて、メキシコシティのメダルはだんだん薄黒くなってきたけど、東京オリンピックのメダルは今もピカピカに輝いているとおっしゃっていました、などの声が寄せられています。もしかするとメダルの苦情、交換を求める選手が殺到するかもしれませんが、組織委員会は全てのメダリストに対応できるのでしょうか。もし全部のメダルの品質に問題があるのなら、交換に応じることも困難になることでしょう。各国のメダリストは帰国後にメダルを披露する機会が多く訪れることが予想されるだけに、大会閉幕後もまだまだメダル問題の波紋は広がりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。